はい、さーい。ちょっと一体足しですから、こっちで行きますか。はい、さーいですね。まあ、チャールストーンの街をですね、ちょっとこう、電動一輪車で、こう今、ぐる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 回ってるところなんですけども、結構年季の入った街なんですね。でも街自体がもう本当ミュージアムみたいになってますね。皆さんぜひね、サウスカロライナ、来られた時にはこのチャールスストーンっていうところもぜひね、お寄りください。もうね、本当、あ、これ、赤い実が鳴ってるのは何点かな？ちょっと写真写りが悪いのが何点かなみたいな。違うか。感じでね、もう本当なんか歴史を感じさせる街ですね、このチャールズストーン、チャールストーンか、チャールズストーンか。で、まあ、ここね、超年季が入ってるなとかって思って見てみたんですけど、まあ、なんと思われますか、皆さん、ここ。ね、ちょっと、あんまり見かけないところですね。まあね、なんとチャールストーンの J をですね、まあ牢屋っていうかね、そんなところですね。刑務所か。まあこんな感じでね、ほんとまあレンガでね、こうなんかすげえゴージャスに見えるんですけど、一応ここは刑務所になってますね。まあほんとね、この街はすごい歴史を感じさせてくれますね。まあせっかくなんで、ちょっと先ほどちょっと一周したんですけど、まあ修繕が今施されてるみたいですね、こういう感じで。まあね、こういう感じで西部劇なんかにも出てきたりしますけど、それのでっかい版ですね。ちょっとね、こんな感じで。まあめっちゃ歴史を感じるっていう感じがしますね。どこが入り口だったのかよくわからないんですけど、なんかね、屋根もこう結構剥がれ落ちてまして、ずっと石垣が施されてますね。よいしょ、殺した。まあ年季の入った木がありまして、あ、先ほどのところが入り口か。あ、ちょっと風が強いですね。ここが入り口になってるんですね、きっと。あ、あっちか。ちょっと、おいしょっと。あ、ここか。ここが入り口だったんですね、きっとね。まあなんか歴史を感じますよね。よいしょ、殺しちゃった。刑務所の
中はちょっと電気がついてないんで見えないですね。まあこんな感じですね、鉄格子。まあ鍵がされてましてね、こんな感じで。さすがです。